さあ今日はこのタコリベンジ、こいつで巨ダコ買ったろうぜということで、ポイントは、まあ、この辺り使ってるタックルは、バスタックル使ってます。ハートランドのハマーヘビキャロライナースペシャル、初代ハートランド741かな、1オンスぐらいまでだいたい投げれる、8分の3から1オンスまで投げれる。これで結構僕あのジグやってます、あのマゴチとかね。でリールはメタニウム XT で、タコはタコエギ、これがね確か680円かそのくらいのエギです。でこれはここのエギさえ変えてしまえば、いろんなタイプの、ね、色の使用可能だし、重りもここ外したら、売ってるんで、サイズ別の重り買うことができます、はい、オクトパスフィッシング遠投、とりあえずあの障害物の方がいいかな、そこ取ってズル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 止める。ズル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 、お、来たんちゃう、来た来た、よし食ったよ、タコタコだ、タコ、よし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 、どうも、作って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 、やったやった来たぜ、ほらやったいやあああああ逃げた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 、えいえい、タコ、ああ釣り方はスーッとやってやっぱ持ってくるだけやね、うん、はあ、よかった、ううタコゲット、はい、今釣ったのはタコエギのこれで釣りました。さあもう一匹やっていこう。これでもね圧倒的にベイトの方がやりやすい、あのバスやっとったらそう感じる。来てよかったね。いきます、ここやな、タコがこうスーッとね、スーッと寄ってくるんで、エイリアンみたいな、結構沖でかかるよな、かかるのは結構大きい。だから面白い、ね、当たりはなんかねこうずーっと持ってくるとゴミ袋引っかかったような感じ、海藻とかに、それをグイーッと持ってくるとぐんぐん動くんで、必ずそこは取れるっていうのは絶対条件みたいな感じがします。おっしゃ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 食ったよ、おっしゃ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 、あーしゃ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 、あーしゃしゃしゃ、取れる取れる、よーしゃ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 、よーしゃしゃしゃ、よっしゃ2本目、よっしゃ逃げる逃げる、はい、今釣れたのはこれ、釣り方はやっぱり投げてそこずるずる、そこずるずるずると出てくると、多分ねこの画面の中には数万匹とタコおると思う、コツをつかむまでがちょっと難しいかもわかんないですけど、コツつかんでしまえば簡単に釣れます。要はだからそこ取ってずる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 と引っ張ってきて2、3秒止めてやればいい、こうずる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 と
いい賛美を止めてやる。ちょっとでもなんかもうズルズル引いてきた時にぐーっとなんか違和感が引っかかったような感じがあればそれ合わせてやればいいと思います。ただあのタコじゃなかっても、疑わしいんであれば合わせてる方がいいと思います。投げる。で、この範囲を探っていくといいと思います。意外とね、タコ釣りね、舐めてたら釣れない。難しい。コツをつかむまでがちょっと難しいかな。コツつかんでしまえば、ね、簡単連発、まあ、その釣り方が、その止めとかそういうのがちょっと、どうかな。したらこういう風のが取れます。はい、でネットで必ずこういう風に入れた方がいいと思います。じゃないとすぐに、外れてきよるんで。はい、スーッとこんな感じで、釣れます。沖に引っ張り出されてる。今回使ったのはこれ、タコ専用のタコエギ。やっぱねイカ専用と違ってフックもちゃんとしてるんでいいね。もうほらタコに噛まれてここがボロボロだけどね、いい感じじゃん。